万学の祖と呼ばれておる。今回は目に見えない小さな科学に触れてみよう。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部ナノサイエンス学科、田丸俊一教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ？私の研究は、分子っていう、とてもちっちゃいものなんですけども、分子っていうものを使って、でその分子を操って、未来に役立つ、例えば医療だとか化粧品だとか、あと電子材料とかっていうのもあります、パソコンとかですよね、そういうものにも貢献できるような、とても賢い材料を開発していくっていうことが目標で研究しています。分子っていうのはもう本当にちっちゃくて、私たちはその目で見て確認することなんてできないんですけど、実は私たちも分子の塊ですから、すごく身近な存在ですね。で、大きさでいうと、要は1ナノメートルっていう言葉がよく使われますけども、1ナノメートルっていうのは10億分の1メートル、熊本県のサイズに私たちは巨大化して、でその時に海辺に行って巨大化した我々が砂粒を1個ずつ並べていこうっていうことを作業しようっていうようなイメージです。例えばこのパソコンが、例えばサイズをちっちゃくできれば、なんだったら体の中にも負担なく入れることができる。で、そのパソコンがすごく性能が良くて、私の健康状態とか見てくれるとか、例えば1000分の1のサイズのパソコンを作ることが私たちができるとしたら、このまさしくこれと全く同じサイズのところにパソコンが1000台並ぶことになるわけですよ。ということはもうシンプルに考えて1000倍の能力、つまりちっちゃいことはすごくいいことで、ちっちゃくすればちっちゃくするほど高性能にできる。あ、じゃあ1000分の1のパソコンを作ろうと思ったらどうすればいいか、科学とか分からなくてもいい、すごくシンプルな答えがあって、それは何かっていうと、全部のパーツを1000分の1にすればいいだけで、じゃあ究極に一番ちっちゃいものづくりができるところってどこですか、一番ちっちゃい部品って何ですかって言った時には、原子、分子っていうところにたどり着くんで、分子を進化させましょうっていう話になっていくわけです。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ。賢いお薬、今までよりもより賢いお薬っていうのを作ってみようかなというふうなことを研究をしています。で、その時に使っているものはやっぱり天然の世の中に存在して、たくさん体にも害もないし地球にも害がないお砂糖、多糖って呼ばれるお砂糖のたくさんつながったものを材料として選んでやっています。具体的に説明をすると、私たちは磁石、ナノサイズの磁石みたいなものをちょっと使っているんですけれども、まずさっきお砂糖分子があります。で、これをちょっと私たちが科学の力で進化させないとそのままでは使えないので、科学の力で少し進化させています。で、そこにお薬を入れてあげる。で、これでちょっとしたカプセルが出来上がっています。カプセルが出来上がっているので、薬は必要な時だけ取り出せるように準備してあります。で、それをナノサイズのナノメートルぐらいのちっちゃい磁石の上にひっつけてあります。そうすると一つの磁石にドッキングしたお薬が出来上がるという形になりますね。で、このお薬は、磁石でできてますから、体の中に入れてあげたら磁力を使って自分の運びたいところに持っていくことができる。そうすると他のところにはお薬がいかないで済むので、無駄ないく患部にお薬を運ぶことができるようになる。で、2番目の機能として、そのちっちゃい磁石は交流磁場って言いますけれども、特殊な磁場を与えてあげると熱が発熱するっていう性質があるんですね。で、この発熱する、熱が出るっていう性質を使ってあげることで、この熱が出たことを何ですかね、スイッチにしてカプセルの中に入れてたっていうお薬を取り出してあげる。そうすると患部に効率よく運んで、さあ治そうっていう時だけに必要な量の薬を出すことができるんで、無駄なく効果的に治すことができるっていうことになっていくっていうことをやっています。教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。いろんなことに使えるはずなんですね。っていうのが、その分子自体が賢くて、何かいろんなことができるようになる。そうすると人間がこんなことをしてほしいなって思ったこと、それを分子で実現させていくっていうことが究極の目標になります。だから、パソコンであればもっと高性能にしたいっていうんだったらその生き方もありますし、先ほどお話ししたようにお薬とか健康とかそういうことに寄与したいっていうんだったら、そちらに活躍できるような分子の進化をさせていく、いろんな進化のパターンがあるんで、この私たちがイメージできるこんなことがあったらいいなは、私たちの研究、その科学の分子を進化させていくっていう科学の研究は全てに通じていると思っています。崇城大学工学部ナノサイエンス学科の活躍がますます楽しみじゃ。